下りの葬儀にお越しいただきありがとうございます。父和成は生前、父の双子の兄である正成おじさんととても仲が良く、事故があった時も頑張って、すいません、父はなかなか私のことを褒めない男でした。父に褒められたくて私は仕事や勉強とても頑張りました。そうだったね。すいません。今日は二人で釣りに行く約束をしていたそうです。そうですよね。同じ顔だもんね。思い出しちゃうよね。思い出しちゃう。ごめんね。同じ、なんで同じ顔なの。似すぎてるよね。だいたいさ、双子ってさ、年取っていくとさ、あんまり似てなくなるけどね、並行してるもんね。あと髪型も寄せてるじゃん。それはこの髪型しか似合わないのよ。同じ顔だから。ごめん、しっかりしっかり見ないで。ごめんなさい。父は強い男でした。私は父の涙を見たことがありません。だからこの姿を見たらきっと父は叱ることでしょう。泣いてる。父じゃねえんだわ。泣かない男じゃねえの。泣いてる。お父さんじゃないんだって。泣かない男。お父さんじゃないの。泣かない男なのに泣いてんだよ。家をそんな感じに使うな。泣いてるよ。そんな感じで家を。そんな感じで家を使うなって。お。なんだ。お。こんなふうに使うな。父は正成おじさんと食事に行った後、深夜の国道を走っていたそうです。何してんだお前。その前を猫が通りかかって、それを避けようとして急ハンドルして。なあ、ハンドル扱いするな。ガードレールに。何してんのお前マジで。おい。ちょっと変なこと言うようだけど、視界から消えてもらえない。変なこと言ってんな。視界から消えればいいよな。もっと後ろ。こうな。すいません。あ、家がね、反対になってました。すいません。これなんか何笑ってんのこいつ。面白くないよ。おやじ、どうしたんだよこいつ。おやじなあ、それで泣くんだったら別に俺いてもいなくても一緒じゃん。それ見て泣くんだったらなあ、おやじゃあ稼いよ。それ見て、これ見て俺されるべだろ。おってなんだ。おってなんだ。なんもしねえぞ。おやじじゃない、こっちがおやじだよ。褒めてくれよ。気狂ってんのか。おやじ、俺のこと褒めてくれよ。気持ち悪いよお前。俺あんたに褒められるために頑張ってたのに、これから何を目標にして頑張ればいいんだよ。親父、親父、親父、親父。じゃあ今日から俺が親父の代わりだよ。じゃあお前褒められることが目標だったんだろ。目標なくなっちゃったんだろ。俺親父じゃないけど、俺似てるから、俺のこと、俺に褒められるように頑張ってこれから成長していけよ。声が違うから無理だよ。何なんだよ。